次言語学っていうのは要するに基本的には言葉を気持ちとして捉えますよね。二次言語学の世界ではですね、そういう世界の感じ方こそが文法に反映される。主語が私とか私たちっていう一人称の時のウィルはするつもりだで解釈される。メタファーとかよく言われる。はい、メタファーですよね。ハローデー、始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、友谷時生先生においでいただきまして、はい、よろしくお願いします、ね、今回はね、あ、そう、その前にね、はい、時生先生の本が出ておりますので、ね、はいはい、売れております。大ヒットしております。ありがとうございます。はい、ね、はい、でこの本にはやっぱり認知言語学の考え方がだいぶ入ってると思いますので、ちょっと認知言語学って一体なんだって思ってる人いっぱいいると思うんですよ、それね、辛いんですよね。私ごときが喋っていい話ではないと思うんですよねでも研究者の方とか本当素晴らしくて、はい、もうそういう人たちの本とか論文とか見るたびにね、自分は全然ダメダメですよ。でも一応その一般向けの方にこうすれば分かりやすいよということで、認知言語学考え方を反映させながらこの本は書いていきましたんで、認知言語学っていうのは要するに基本的には言葉を気持ちとして捉えますよねということなんです。だから単純に文法っていう規則を機械的に運用しているのではなくて、コンピューターみたいにね、そういうのではなくて、その人間が言葉だけではなくて、言葉の前に例えば触覚とか、聴覚とか嗅覚とか味覚とか、いわゆる五感を駆使して人間が世界を感じる、その感じ方が実は文法にちゃんと反映されるよねっていうことを考えている言語学が認知言語学だと考えています。うん、ね、感じ方、捉え方とかですね、そういうのをよく言いますよね。その感じ方とか捉え方から言語の文法は自立してるよ、独立してるよっていうふうに考えるのが別にまた言語学の流派としてあるんですが、そちらの方がメインストリームって言われてますけど、認知言語学はそこからちょっと離れて気持ちで世界を捉え、それがどう文法に反映するかというお話をする言語学です。そう、生成文法の名前は隠したんですね。そうだ、あまり言うとまたややこしくない言わない、何事も敵は作らないもう生きる処世術ですね、これ。敵は作らないようにするっていう日本語でちょっと例を出してみたいんですけど、東京大学の、多分救急車がまたこれ入っちゃうんですよ。大丈夫です、大丈夫。来るなら来るよ。これ毎回待たなきゃいけないんですね。あ、そうですか。YouTuber によってはもうそのまま入れちゃう人もいるんですけど、はいはいはい、ちょっとまあ簡単な例を何かしら、はい、じゃあ今日はですね、ちょっと日本語でその認知言語学の例をちょっとお話ししたいんですけど、私が勝手に、まあ、言語学の師匠と慕っています東京大学の西村芳樹先生が、同じく東京大学の哲学の野谷茂樹先生と一緒に出した言語学の教室ね、中高新書から出てるんですけども、西村先生はちなみに私のですね、本の推薦文も書いてくださってます。もう一生の勲章です、はい、ありがとうございます、ね、で私の、ね、指導教官だった方でございます。そう、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 そのご縁でね、森田先生とこうやって仲良くさせていただいてるんですけども、でこの言語学の教室という本に書いてある一つの例では、テクルという日本語を例にして、お話をしてるんですね。もう一度言いますけど、文法とか規則っていうのが人間の感情とか世界の捉え方とかとは独立してるっていうふうに考えるある言語学の流派とは、まあ、違って、認知言語学の世界ではですね、そういう世界の感じ方こそが文法に反映されるというお話です。例えば文法だけで考えてみると、彼女が私に話しかけたっていうのは文法的におかしくない日本語ですよね。でも普通彼女が私に話しかけたっていうよりは、彼女が私に話しかけてきたっていう人の方が多いはずなんですよ。これは何を意味してるかっていうと、自分のところに何かがやってきた時には心理的な圧力というか、心理的な何か力を感じるんだ。それがてくるっていう言葉、話しかけてくるっていうのに現れるっていうふうに言われてるんです、認知言語学ではね。例えば彼が熊に話しかけたというとか、彼が犬に話しかけたっていうのは自然ですけども、彼が犬に話しかけてきたよとかって言っても、はってちょっとなるでしょ。そういう時にてくるっていうことは、話しかけてきたっていう言葉を言っても、なんかあれって思うのはなぜかって言ったら、犬は自分とは全然違う他人というか違う生物なんだから、犬が感じる心理的圧力を自分は感じたりはしないわけですよ。彼女が私に話しかけてきたんだよとか、知らない男が俺に話しかけてきたんだよって言ったら、心理的圧力が来ますよね、圧迫感みたいなね。だけど知らない男が犬に話しかけてきたんだよって言われても、いや犬に話しかけてきたって俺犬じゃねえしとかっていう風になります。こういう風に文法としては
知らない人が犬に話しかけた、もう犬に話しかけてきた、もう文法的にはどちらも間違いではないです。言葉のつなげ方のルールとしては。だけど、それを、あれちょっとなんか違和感あるし、俺普通そう言わねえなっていうふうになってるところに何かあるんじゃないかと。そういう心理的な感じ方が文法に影響を与えているっていうのは、これは立派にその言語学として取り上げなきゃいけない問題じゃないかっていうふうに言ってるのが、まあ、認知言語学の世界だと思ってくれたらいいです。なるほど。確かに私に話しかけたって言ったらなんかドラマとか、ね、うん、小説の客観視してる感じがすごいありますね。そうそうそう、なんか自分とは別の世界で起きてるような感じに聞こえるでしょ、ね、だけど彼が私に話しかけてきたんだよって言ったら自分ごととして話してることになりますよね、うん、そうですね。うちの子に話しかけてきたとか言えるのもそうなんですよね。そうそうそう、だからうちの子っていうのは自分ではないけど自分の身内だし、うちの子に話しかけてきたことで自分にも何か被害が及ぶかもしれないっていう、そういう気持ちが圧力としてあるわけですよね、うん、こういう捉え方っていうのをやるんですね。これがテクルでわかるわけですね。そうです。多分テクルって聞いてなんだか多分 ね、わかんない。こうはテクテク歩くんだと思ってそういう人もいるかもしれませんね、はい、何々してくるという言い方ですね、はいはい、だこういう日本語一つを捉えてみても、いわゆるその気持ちとか捉え方っていうものが実は文法を作ってる側面があるよということです。この本にもですね書いてあるんですけれども、例えば英語で言えば will っていうのは何するつもりだっていう意思、それから何だろうなっていう予想、この2通りの解釈がありますけど、主語が私とか私たちっていう一人称の時の will はするつもりだで解釈されることがすごく多くなります、うん、だけど he とか she とか彼ら they とかっていう時の will っていうのはだろうなっていう予想で解釈されることがかなり多くなるんです。なぜって言われたら、私のことは分かるじゃないですか、私たちの気持ちも分かるじゃないですか、だから私たちこうするつもりだっていう意思を言えるわけですよ。だけど彼が何考えてるか、彼女がどういう気持ちなのかは自分は他人なので分からない、だからその時に She will, he will って言ってるのを彼女は何するつもりだっていうのはちょっと気が引けちゃうんですね。だから彼女は何するだろうなっていうふうに予想として取る方が自然になってくる。必ずつもりっていうのはないよっていうわけじゃないんですけども、パーセンテージとしては圧倒的にするだろうなっていうふうに予想で will が解釈されることが多いわけです。これは日本語の心理述語の使用制限というルールにも同じことがあって、感情を表す時ですね、私は嬉しいとは言っても彼女は嬉しいってやっぱ言わないわけですよ、うん、彼女は嬉しそうだっていうふうに自分から見てそう思えるっていう言い方をつけないと不自然に感じる、こういうのに現れたりする。まあこういうところを捉えるのが認知言語学ですね。気持ちで捉える言語学です。そうですね、はい、普通に She's happy って言ったら彼女は嬉しいって訳してきますからね。そうですよね。だけど文法的にね、 She is happy って言ったら嬉しそうだのそうだが入る余地がないから、 She looks happy っていう風に言わないと、いやそう訳しちゃ罰になっちゃうっていうなるんですけどね。英語はだから She's happy って言えるわけなんですが、日本語では彼女は嬉しいってやっぱ言いにくいっていうのが、うん、やっぱりそれ言語間による違いっていうことですね。そういうのがありますからね。結構熱でとか、はい、He gave me a car とかっていうので、うんうん、彼は私に車をあげたとかって訳してくる人いたりしますからね。そう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 、そこは難しいんですよね。だからそういう言語間によって捉え方が違うところがあるんですよ。だけどそういうのはなくて、人間がもう普遍的に持ってる文法っていうのがあるだろうっていうふうに考える文法を追求するのが、いわゆる生成文法という文法だと思ってくれたらいいです。ノーム・チョムスキーが創始した言語学ですけどね。それとはちょっと我々の認知言語学っていうのはちょっと違って、言語間によって捉え方の違いもあるし、気持ちの違いもあるし、それはそのまま捉えようじゃないかっていうようなところが認知言語学の大きな特徴かもしれないですね、はい、あとはですか、メタファーとかよく言われるじゃないですか、はい、メタファーですよね。メタファーは我々が触ることも見ることもできないものをどうやって人間が理解するかっていうことを、解いてくれる一つの鍵ですね。この本では時間の話としてそれが出てきます。例えば時間を我々は見ることも触ることも動かすこともできません。だから時間をどうやって我々は理解するのかってすごく本当は難しいはずなんです。でも我々は時間が何かをとりあえず何とか理解してる、どうやってって言われたら、時間を場所と考えて、例えば現在っていうのは今自分がいるこの場所、現実です。で
前の方にまだ見ぬ未来があって、後ろの方にすでにあった過去があったりするわけです。後ろを振り返るなよなんて、過去を振り返るなんて言ったりとかしますよね。でこういうふうにですね、触ることも見ることもできない時間というものを実際に触ったり見たり、そこにたどり着くことができる場所と同じように考えることで、人間は時間を理解してるんだなっていうのが分かります。こういうのをメタファー、隠喩というふうに言うわけですね、はい、なるほど。そうですね、もともと隠喩っていうのは言葉のあやというか習字法っていうですね、そう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 、文学の技術だと思われてたけれども、実はもうそこら中に溢れているっていうですね、そういう考え方ですよね。人間の世界の理解の仕方ですね。もう最初認知言語学勉強した時に、なんでみんなこれメタファーメタファーって言ってんだって、はいはい、最初は私もポカンとしてたんですけど、ね、そういう、あ、世界の理解の仕方なんだってこう聞いた時に、あーっていう風になりましたね。びっくりしました。そうですね、はいはい、まあ、僕もそこが専門ですので、はい、時間と空間のメタファーっていうのは、はい、修士論文もそれで書いてます、ね、そうです、はいはい、なのでそこが専門なんですけども、先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。